人気の観光地、高架楼です。今日まで国慶節の大型連休で大勢の人たちが押し寄せています。この武漢で2ヶ月半にわたった都市封鎖が解除されてから今日で半年です。中国当局は感染の拡大を抑え込んだと大々的に宣伝していて、武漢の街はかつてのにぎわいを取り戻しつつあります。一方でやりきれない思いを抱え続けている人たちがいます。家族を亡くした人たちです。政府の責任を問う声は封じられようとしています。先月、中国当局が海外メディアなどを武漢に招いて行った取材ツアーです。授業を再開したばかりという小学校を案内されると、マスク姿の子どもはいません。大勢の患者が殺到した病院では様々な感染対策が取られ、日常を取り戻したことをアピールしていました。现在感受到非常幸运，也觉得非常这个幸福。中心街にあるナイトクラブです。大勢の若者たちがいわゆる3密状態で踊りを楽しんでいました。疫情吗？对。很好啊，很好。你看，我们都没有戴口罩了。开心。今年1月、都市の封鎖に踏み切った武漢。一時、医療崩壊に陥り、3869人が亡くなりました。76日間に及ぶ都市封鎖の末、中国政府は新たな感染者はほとんど出ていないとして、感染の封じ込めに成功したと宣伝しています。張伯礼。習近平国家主席は先月、感染対策に当たった功労者を盛大に表彰。共産党の指導の下で決定的な成果を収めたと自画自賛しました。習近平同他们亲切。我们坚持人民至上、生命至上。中国的抗疫斗争充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。しかし、遺族の中には初期対応の遅れがなければ犠牲になることはなかったと考える人も少なくありません。武漢に暮らす楊斌さんです。24歳の一人娘を失いました。急速に感染が拡大していたとされる4月中旬、楊さんの娘は別の病気の治療のため市内の病院を訪れた後、ウイルスに感染。翌月亡くなりました。楊さんが今も悔やんでいるのが、国営テレビの報道を鵜呑みにしたことです。武汉市公安局官方微博发布消息称，关于当前武汉市肺炎疫情的情况，八名散布谣言者被依法查处。早くからウイルスの危険性に警鐘を鳴らしていた人たちをデマを流したなどと報じていたのです。この報道を目にした楊さんは、娘が感染する心配はないと考えてしまったといいます。当局による隠蔽が娘を死に追いやったのではないか。遺影を手に政府の建物の前に座り込んで訴えましたが、
到达。SNS で他の遺族とも連絡を取り合っている楊さん。しかし中国ではこうしたやり取りは当局に監視されているため、政府への批判は控えざるを得ないと言います。我就觉得我是一个傻子，确实是一个傻子，是傻子，确实是傻子。隐瞒疫情的这个武汉市的地方政府的那些官员，到底是谁像这个？为什么像这样做？这个老百姓的性命看作是什么？要求一个公道，要给我一个说法。我孩子那么年轻，才24岁。